おおおおおいや、こんなん怖すぎるだろ。はい、皆さんこんにちは。いろんなキャラを操作していくうちにどん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 なんかもう操作するキャラすべて好きになっている達也です。またね、十郎とかもね操作したいですね。皆さんは推しはもうすでに見つかりましたでしょうか。今日もね、また新しいキャラクターを操作できるんじゃないかなと思うんですけど、まあ前回なんか2064年にね、もうタイムスリップして、しかもなんか地球がピンチみたいな、なのであれをまあ止めるために、まあいろんな時代のね、あの主人公たちが集結するみたいな展開なのかな。うん、じゃあ続きをやっていきましょう。エピソード4と。お、今日も戦闘からスタートだね。おうおう、十郎じゃない、あれ、これは三浦だっけ。どう三浦君。あ、そうだそうだ、私ちゃんと動かせてる。大丈夫です、夏野さん、飲み込みが早いですね。19番と17番か。任されたんだもん、彼に笑われたくない。誰に。あれ、なっちゃんいつの間にこんな、なんか状況をすでに飲み込んでるね。敵もう来てるんでしょ。こんな遠くに騎兵出してよかったの。我々の乗る騎兵は遠距離攻撃を旨とします。近づかれる前に撃破するのが基本的な戦い方だと教わりました。ひじやまと真逆だね。ひじやまもひたすらなんか近接に特化してる感じしたけど、近づかれたら危険ってこと。確かに両腕に接近専用の電磁波採水が追加装備されているものの、ほう、囲まれると苦戦を強いられるでしょう。なるほど、そうなんだ。うん、来た。あ、でも一列になってるぞ。なんか一撃でこう、なんだろう、なんかカメハメハみたいなやつ打てないから。一直線だし。来た、来たよ三浦君。どうするの、もう撃つ。あ、撃て撃て、やっちまえ。夏野さん落ち着いて。敵をよく見て、敵は数で勝る。おう、一発で多くの敵を巻き込み、そうだね、一網打尽にするんです。一網打尽よ三浦君。私なんだか震えてきた。むしゃぶるいってやつですね。うぃー、撃ってやろう、増えたよ。ね、これチャンスじゃない、逆に。この位置なら、お、いけるいける。よっしゃー、やってやるぜ。主砲ヘビーレールガン。ほう、直進する怪獣の群れ。バトルスタート。で、これか。あ、いいね。めちゃくちゃいいじゃん。いけ。お、すげえ。ワンチャン、あ、すげえ、ワンパンダ、やば、すごい、かっこいい。一撃で倒せちゃったね。電磁砲弾の威力は大型戦艦の46三次砲一斉射に匹敵します。うん、例えがわからん。このような強力な兵装は消耗も激しいので、闇雲に撃てば出力不足で戦局に対応できなくなります。めちゃくちゃ俺闇雲に撃ちそうだな。了解。うわ、また来た、すべての怪獣の撃破。じゃあ、なっちゃんで戦うか。何がいいかな。ヘビーレールガンは一緒だね、これね。飛行。あ、飛行、あ、飛行ね、なるほどね。行け。当たった。あれ。あ、倒してる、ちょっと。あ、なんか、あまり手応えがなかったね、今。長距離ミサイル、あ、これぐらいがいいんじゃないの。あ、いいね、いいね、いいね。あの、なんか敵の動きを止めてる感はあるぞ。あ、これとかかっこいいじゃん、いけ、いいね。あ、めっちゃ火力出てない。じゃあ最後はこれで決めよう、いけーい。よし、余裕だったね。初めてであれだけ動かせれば大したものです。うん、なんでお前らそんな仲いいの。そして三浦くんはなぜ敬語なの。なんか時代背景的に三浦くん動画なんか年上っぽいけど。D信号接近、攻撃圏内。またか。また来た、
なあ。じゃあここの世界は2064年でいいのかな。え、そうなの。性能を調べろ、キフ。ほう。あいつの情報はどこかにないか。出た。おお。要素破砕型。初めて見る。名称はツインテール。ツインテール。それだけか。そんなウルトラマンの敵キャラがいたな。ツインテールという髪型はそいつから取られてるらしいですからね。来るよ、三浦君。攻撃する。待って、別方向に新たな敵だ。いや、この反応は。お、仲間？13番騎兵と。あ。13番は重郎だよね。15番ちょっとわかんねえな。おい、あ、このターミナルは間もなく封鎖だ。重郎とイオリちゃんのイチャイチャペアじゃないか。勝ったわ。重郎くんも騎兵に乗るの？本当になっちゃんだ。助けに来たよ、なっちゃん。すげえ、同級生がいっぱい。15番がイオリね。これほど心強いことはない。ああ、起動が完了するまでの間ターミナルを守るんだ。なっちゃん、一緒に頑張ろうね。まあなんかなっちゃんと比べてイオリちゃん本当に際どいんだよな。なんでイオリちゃんだけなんか角度がグラビアアイドルみたいな撮り方されてんの。チュートリアル支援ユニット、冬坂の登場する第二世代切りは設置型の兵装支援ユニット。へえ。敵に破壊されるまで兵装ごとに決められた行動を自動で行うドローンみたいな感じかな。アクションからセントリーガン、アクションからこれかセントリーガンで、範囲はあそこまで広くねえな。ほう、これってなんか生み出し、あ、なんかやってる。いいぞいいぞ。あ、これいいんだよね。これかっこいいんだよね。よし、ちょっと数が多いからちょっと頑張んないとね。あ、どうしたどうした。うわ、また来た。ツインテールなどの一部の敵は遠距離からのミサイル攻撃を得意とします。ミサイルには移動による回避も有効ですが、攻撃系のアクションによる迎撃。へえ。なんかやってる。え、大丈夫これ、三浦くんも撃たれてない？さっき置いたやつに。この一直線で一番奥のやつにも当たんない？当たった？よし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 。あ、いいねいいね。いや、三浦強えな。で、お前らよ。これさ、範囲がさすがに届かないから、まあ、移動するか。敵陣に突っ込め。いけ。敵陣に突っ込め。納金。ここの範囲行け。なんかもっと一撃でこうガーっていきたいね。訓練通りやるんだ。ツインテールをメインで倒しに行きたいよね。火力出ねえな、イオリちゃん。さあ、重郎。あ、そう、これ強いはず。ツインテールを倒した。いいね。お、めっちゃ軽く出るじゃん。この中だと三浦くんが一番軽く出るな。なんかやること多いな。まあまあ忙しくなってきたな。でもね、これ皆さん、思ってる以上に操作するの楽しい。なんだろうな、この快感。これでもっとさ、敵のキャラとかさ、なんかすごい増えてさ、戦う速度とか上がっていくとより楽しくなりそう。よし、頑張った。イージスが起動し、うん、ターミナルは封鎖された。オッケー。みたいですね。いや、え、まだ始まったばかりだ。ああ、そういうこと。ここが無理なら奴らは次のターミナルを狙う。ターミナルっていくつあるんだろう。
の攻撃目標が少なくなるにつれ、一時点の戦局は過酷になる。あー確かに、目標が一つになればね、それだけ押し寄せてくるからね。そうだね。おお。戦いはこれからもっと激しくなる。まあでも最終的にはみんな全員集合するんだろうね。あっつ。そんな。よっしゃー、ビクトリー。敵はいないのよね。うん。なるほどね。お、今回はメガネっ子だ。薬師寺めぐみ、薬師寺。なんか珍しいお名前ですね。圧倒的美少女来た。薬師寺めぐみ。帰り道、さつき池公園。2024年？うん。あれ？なんか、今僕ゲームしてるの2022年なんで2年後じゃん。あれ？てかこのメガネの子、この子も1984年に行ってたのか。あ、そうそうそう。この池うさみちゃんだっけ？近道だけど、今日は失敗だった。ぬかるんでて靴ドロドロ。じゃあこの子たちはスマホとかめちゃくちゃ使う今時の子っていうことだよね。元気ないけどどうした？別に、また打ち解けられなかったこと気にしてんでしょ。めぐみはみんなの前だと寡黙だからな。うん、今気づいたけどメガネメガネだな。まあいいけど、メガネメガネってなかなか珍しい組み合わせだな。頭いいの鼻にかけてて意地悪そうに見えてるんだよ。あー、実はめぐみが白馬の王子様を本気で待ってるのほほん娘だって分かったら赤くなってる。もっと気軽に話せると思うけど。なるほど。私みたいに動画上げて。お、何？ TikTok かな。それは勘弁して。TikTok をやってると見た。あ、歩くの早いな。そういえばトミ歌うまいのね。トミ、ウサギ動画見てくれたんだ。あんなにうまいなんて。あ、そっか、この子ウサミちゃんじゃないのか、トミちゃんか。読み方が。帰ったら新作あげるつもり。へえ、配信者かな。なんか親近感湧くな。うん、けどあれだね、きっとなんか俺とは比べ物にならないぐらいフォロワーさんいそうだよね。いいな、なんか一気に現代に来たって感じするな。ん？どうしたの？トミ、なんか今池の方が光らなかった？え、見てなかった。池を調べる。車のライトじゃないの？お、お、お、お。いや、こんなん怖すぎるだろ。すげえかっこいい。うわー、やっぱ俺も男の子だからこういう演出めちゃくちゃワクワクするな。ちょ、二人とも冷静すぎない？もうもっと慌てよ。これ落ちてきたって言うの？水しぶきが全然出てないけど、こんな大きさのやつ上から落ちてきたらもう全員なんか流されてるでしょ、池に。ひゃーひゃーって。体中びしょびしょ。そこ？あー、やっぱトミちゃんは知ってるからこんな冷静なんだね。これってさ、危うく死ぬとこだったんじゃない？なんなの？あれ、知らないのかな？にしてはなんか冷静だよな。調べる。落ちてきた飛行機の部品。いやー違うでしょ。とりあえず動画撮って TikTok にあげようぜ。バズるぞ。バズり散らかすぞこれは。そうだ、録画録画。あ、そうそう、録画録画。いけいけ、撮れ撮れ。携帯どこ行った？うわ、何落としてるの？こんな時に。ちょっと薬師寺めぐみさん、ちょっと携帯貸してあげて。俺は動画撮るしかないだろう。あー、動いたー。目かなあれ。うん、早く警察へ届けた方がいいよ。そうだね、そうだね。あ、止まった。あ、なんか光ってる光ってる。ちょ離れる離れる。
重郎じゃねえか。あれ重郎一人？ねえキュータは？キュータと一緒じゃないの？あの大丈夫ですか？ここは2024年だよ。いや重郎がいた世界の40年後だね。今はいつですか？今日は10月の。そうじゃなくて西暦よ。今は何年ですか？2024年です。うん、2024年。無理やり飛ばされたのか？無理やり。戦線は崩壊だ。え、マジで負けてんの今？あれではもう。マジかよ。ちょっとキュータ。キュータは何やってんだよ一体。あの救急車呼びましょうか？君は？私は近くの学校の。そうか、次はここが危険なんだ。僕は泉中郎、未来から来た。あ、なるほど、やっぱ64年から飛ばされてきたんだ。この時代も奴らに狙われている。時代ごとに狙ってくるってこと？何のために一体そんなことを。あー、半年後、1985年。あ、ちょっと半年後なのか40年前なのかわからん。重郎について考えたいけど、あ、考えられない。あー、猫がいる。にゃんこにゃんこ。猫尻尾の先白だ。本当だ。てかこの猫もなんか関係してたりとかすんのかな。あ、踏んづけようとしないで。尻尾。行っちゃった。あ、これなんだっけ、この中ってさ、なんか入ってるよね。なんか気温測るか、なんか入ってるよね。忘れちゃった。あ、行った猫。運動場。ああ、ボインボインの保健の先生じゃん。森、なんだっけ、森泉さんだっけ。森村だったわ。1985年にはまだ西側の校舎が建ってないと思って。あ、やっぱりこの先生も状況知ってるんだ。あ、もう話しかけられない。思い出す。お、2025年。重郎。あ、え、あ、あ、君と。おい、最後に話したくて。重郎、お前浮気じゃないか。お前は。お前、伊織ちゃんというものがありながら、お前手を取って、お前どうした？最後。奴らが来る。奴ら。今戦えるのは13番機だけだから。おう、だから重郎が乗ってるやつだよね。僕は行かないと。ダメよ、行かせない。あのロボット取り返して一人で戦うつもり？仲間がいても勝てなかったんでしょ。勝てなかったんだな、やっぱり。君たちを守れるかはわからないけど、何もしないわけにはいかない。体も治ってないのに。あれから1年経って、この2人の関係がなんかそういう男女の関係になんか発展したとか、そういうことか。許さんぞ。君には感謝している。おう、これでお別れなの？そうでないことを願ってる。めぐみ、大丈夫？ああ、イチャイチャしてたら見られた。気まずそう、トビちゃん。泉重郎、あんたの言う通り現れたわ。うん、港に怪獣みたいなのがゾロゾロと。ゾロゾロと。君たちの話をしてある。森村という人だ。ああ、保健の先生だ。いざとなったらあの人の指示に従うんだ。なるほどね。薬師寺さん。じゃあ森村先生、指示してくれよ。しっかりしてもらわないと困るわ。森村先生、重郎の容体はどうなんです？泉重郎は忘れなさい。忘れろ。え、無理でしょ。泉重郎はもういない。手の施しようがなかったの。え、死んだの？え、今後は彼と接触しないで。そんな、
そっか、十郎って名字さ、泉ともう一つあったよね。ちょっとど忘れしちゃったけど、つまり記憶を消したってことか。あ、なるほどなるほど。でこの時代ではちょっとすいません、ちょっと名前ど忘れしちゃったけど、別の名字で生きていると。へえ。じゃあ薬師寺は本当は十郎のことが好きだけど、知らないふりをして接しないといけないし、でかといって十郎はね、ここでイオリちゃんを見つけて、イオリちゃんとなんかいい感じになってるという、おお、なんだなんだ、人間関係が複雑化してきたら、彼のためなのよ。なるほどね。泉十郎を、ここで他やることは、ああ、あ、うい、また別の女。おい十郎、お前もうなんかなんだ、しっちゃかめっちゃかだな。しかもなんか綺麗だし。ここがあなたが通ってる学校。ほう、なんか上級生っぽいな。僕が。そろそろ保健室に戻りましょう。じゃあ十郎はもともと泉っていう名字の時は、まあ、未来から来た人なんだね、もともとは。薬を飲まないとね。待って。うわあ。彼に近づかないで。うわ、あ、なんかエモい。彼はクラベ十郎。あ、そうだそうだ、クラベだ。泉くんじゃない。そう、クラベ十郎だね。どういうこと？別人。別の人格として治療しているの。あ、記憶喪失とかじゃなくて人格変えてんの、とんでもねえな。そんな、他に手がなかった。うわあ。彼もきっと廃人よりマシだと答えるわ。わ、廃人化してるんだ、泉十郎は。だから近づくのは待って。うわあ。まだまだ彼は不安定なの。切な。これは彼のためよ。はあ。あ、十郎。数ヶ月後。なあ、そうは言ってもなあ。だって、こんなね、高校生が、の恋愛なんてもうその人しか見えないでしょ。また猫。この間の猫ちゃん。かわいい。あしてやがるな。話しかけんな。急に喋り出したぞ。騒ぐなよ。なんだよ、モルガナかよ。一人で騒ぐとバカみたいだからな。猫が喋ってる。猫が喋った。なあ、まあなんだろう、現実世界じゃありえないことだけど、アトラスが好きな人にとっては当たり前のことなんじゃないかな。猫が喋るなんて。喋る猫。やっぱり猫が喋ってる。バカ言え。わ、猫が話せるわけないだろ。何、なんかついてんの、チップか何か。少しは考えて発言しろ。ムカつくわ。頭がいいんだろう、薬師寺めぐみ。誰だよこれ話してると。なんで私の名前を。しっぽ。お前のことは全部お見通しだ。心の声で俺を呼んだろ。心の声。お前のその願いを叶えに来てやった。泉十郎を救いたいと願ってる。図星だろ。図星よ。俺が叶えてやる。本当に？いける？相手の記憶を戻してやるよ。あ、なんかこいつ悪いやつっぽいな。なんかダメなんじゃない？蘇らせたらさ、だって泉十郎はもう廃人化してるんでしょ？それを戻してやろうと、こいつ絶対、こいつ悪い猫だよ絶対。ちょちょ、めぐみちゃん？疑って。てるね。うん、当然だ。怪しすぎるよ。甘い話には大抵裏がある。うん、もちろんこれは取引だぜ。その代わりと言っちゃなんだが、うん、俺の手伝いをやってもらう。ほら、絶対怪しいよ。絶対こいつ悪の組織だって。俺と契約した。ほら、なんか契約とか言い出したもん。契約。もし仮にこれが夢や幻でもなく、うん、冗談でもなかったとして聞くけど、具体的に私は何をすればいいの？そうだね。俺は滅んだ異世界から来た。あ？滅んだ異世界？はあ。2064年の話ってことかな？その世界を滅ぼしたのは、うん、ダイモスコードという古代文明の遺産だ。ダイモスコード。
たちの悪い呪いみたいなもんだが、それがこの世界にもまかれちまってる。ああ？コードをすべて探し出し、なんとかする。それが俺の使命で、お前の簡単なお仕事さ。いや、これは絶対逆だよ。コードを全部集めてしまったら、なんか取り返しのつかないこと起きちゃうんじゃないの？しっかりして、めぐみ。いや、でもな、重郎のこと助けたいと思ってるからな。いや、本当だよ。いいアンサーだ。ポンポン。なあ、やれよ、その姿で。猫だぜ。おう、頑張れ。猫に世界の命運託す気か？大丈夫だよ、割りかしあるよ。ペルソナ5では猫に世界の命運ある意味託されてたよ。どうせしくじればお前も死ぬんだ。契約しなきゃ損だろ。なにこれ、拒否するとか選べるじゃん。拒否します。誰に話したって笑われるわ。うん、こんなことありえない。怪しすぎる。こっちは大真面目だってのに。何でもすぐ鵜呑みにする。ん？アホじゃなくてよかったってことで。何それ、なんか俺は試してたんだぜみたいな。おいおいおい、本当は来週断られてやっべえと思ってんだろ、猫ちゃん。今日のところは引き下がってやる。いや、ちょっと誰か捕まえるよこの猫。絶対契約する。時間の問題だ。ちょ、みんな見えてる、この猫。あ、走ってた。今の選択肢はどれ選んでもああなったのかな。本当に重郎が救えるなら。うわ、悪魔とだって契約してもいい。うわ、ちょっとめぐみちゃん。うわー、 to be continue。 うわー、ちょっと面白すぎひん。一応今日のおさらいをすると、まあ、このめぐみちゃんは、とみちゃんと2024年の頃の人間で、そこに重郎がやってきて、でもその重郎は泉重郎で、で、多分2064年以降の、まあもっと未来、まあ未来だろうね、未来からやってきて、で、けど、1年後には、もう2025年には、なんかもう、ダメみたいな感じになってて。で、1984年に、まあなぜかこのめぐみちゃんもとみちゃんもやってきてて、で、重郎はいるけど、人格がもう崩壊してて、泉じゃなく、比べとして生きていると。で、その重郎を救うために、まあ喋る猫と契約をするみたいな、すごい複雑化してきたね、話がね。いやー、でも皆さんね、安心してください。まあ僕のね、再生リストをね、何度も何度も見ていただければね、これまでのおさらいができるので、いっぱい動画見てください。という宣伝。では、本日もご視聴いただきまして、ありがとうございました。チャンネル登録と高評価とコメントの方、よろしくお願いいたします。では、バイバーイ。